どうもジャミアです。今日はですね、ビッグバンルールというのをやっていこうかなと思います。まずなぜこのルールをいきなりやろうかなって思ったのは、最近のそのテトリスプレイヤーの方を見ていると、最適化ですね。まあ、初級者の方や中級者の方で、よくその最適化の技術を習得せずに、テトリスをやっている方を結構見受けられるので、まあ、どうしてもこの、置きミスが頻発するテトリスというゲームにおいては、まあ、最適化、できるだけ置きミスのリスクを減らしたり、まあ、速度の向上にもなる、最適化という技術はね、必須技術であるんで、まあ、それがなぜビッグバンでいいかというと、このビッグバンルールっていうのは、単純にどんどん消していくルールだと思ってる方もいるかもしれないけど、この操作方法だったりね、操作の仕方によって結構速さが露骨に変わるルールではあって、特にテトリスですね。最適化してるかしてないかで、まあ、かなり変わってくるんで、そこをしっかり見せていこうかなと思います。まあ、でもそもそも先に言っとくけど、まあ、最適化っていうのは何かってところから始まる方もいると思うんでね。まあ、一応簡単に説明しておくと、右回転、左回転、ミノの回転方向だったり、このミノの設置させる場所に行くまでの最短ルートかな。最短ルートで置く技術って言ったら簡単な説明だと思うけど、まあ、それをの技術を最適化というんだよね。なんで、ビッグバンルールでちょっとしっかり見せていこうかなと思います。CPU は3人でいいか。でももちろん自分テトリス使うんだけど、相手どうしようかな。CPU 1人でもよかったかな。一応なんかなんとなく3人にしたんだけど。一人だとちょっとオーバーキルになりすぎちゃうんで、一応チーム戦にしようかなと思って。まあキャラは誰でもいいかな。一応ラスボスとして有名の X でいきますか。このまあキャラ、選ぶときにシャキーンってなってると思うんだけど、これが強化コマンドって言って、多分どのキャラでもこのコマンドを使えば強さは変わるのかな、少しぐらいは。あんまり変わらないと思うけど、まあ一応ね、X 強い強キャラなんで。間違えた。俺がチーム組んでどうすんだ。俺が CPU とチーム組んでもしょうがない。まあ、自分一人で、CPU3 人、強化 CPU3 人チームでやっていこうかなと思います。まあ、単純にどんどん消していくルールには変わりないんですけど、まあ、そんな中でもこうやってね、もうすでに、どっち回転をするかっていうので、ほら圧倒的に速さも変わるんですよ。まあ、特にあゆみのここっすね。特にこのあゆみので最適化してるかしてないかで速度が一番露骨に変わるかな、今。もうしてるともうどんどん高速でいけるんですけど、していないと結構どういう風な操作していいのか分からなくなったりするんで、さっきのあゆみのね。あとこういう回転ですね。S ミノとか Z ミノのこの縦置きの回転の回転法則も覚えられるっていうのもあって、結構メリットはでかいんですよね。なんだかんだこれ。これを、まあ、ビッグバンで覚えられると、まあ、こんな感じで、実戦でも、難なく、回転入れ、SZ と縦置きのできたりするんで、まあ、全然覚えて損はないですよ。てか、これ3人チーム、どうなんだろう。ちょっとやったことないんですけど、実はこれ今初めてやるんですよね。初めてやって、どうなるんだろう。これで3人分の攻撃くんのかな、まあ、でも結構リードしてるから、あ、でも大丈夫そうっすね。意外に大丈夫だった、やっぱり。大丈夫どころかオーバーキルだったわ。大丈夫どころか一気に倒してしまいましたけども。まあ、こんな感じですね。特に一番露骨に分かったのはアイミノだったんじゃないかな。アイミノが、本当に最適化をしてると右回転左回転で、その場所が変わってくるんですよね。一番端っこに持ってった後の、まあ、PSO コントローラーで今やってるんだけど、×ボタンか丸ボタンかで。どこにあいみののミノが行くかっていうのが変わってくるんで、まあ、それを全部本当に習得すると本当に置きミスも減るし、単純に圧倒的に見た通り、こういう風に速度もアップするんで、どうしてもね、最適化の技術が習得するの難しいって方は、ビッグバンで、こういう風に、結構慣れていけば実践でも活用できると思いますんでね。ぜひぜひ、ビッグバンルールで最適化という技術を極めてみてはいかがでしょうか。というわけで、まあ、最適化のね、まあ、できてない方は、ビッグバンルールがおすすめという動画でした。はい。まあ、なんつうんだろうな。単純に、まあ、そんなに難しいことではないと思うんでね。回転の仕方と、まあ、操作方法。まあ、自分が今やってた操作方法。
YouTube で見る方でしたら、てか YouTube か。YouTube でしか見えないと思うけど、その、まあ、スロー再生とかして、どういう風に操作してるんだっていうのを、まあ、インプットするのも、全然ありだと思うんで、そういうとこをしっかり、まあ、習得して、皆さんぜひぜひ最適化という技術を極めてみてください。というわけで、今日はこんな感じで終わりにしましょう。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではではお疲れ様でした。